今回はエビとキムチャヤのガーリックマヨネーズ炒めの作り方を紹介します。プリプリのエビとサクサクのキムチャヤをガリマヨで絡めただけの簡単な料理ですが、味は本格的ですよ。それでは作っていきましょう。まずはガリマヨを作ります。おろしニンニク小さじ1/2、マヨネーズ大さじ2と醤油とごま油を少量入れ合わせておきます。キムチャヤはヘタと筋を取り除いておきます。下のひげがあるところをポキッと折り、そのまま下に下ろし筋を取ります。今度はヘタのところからまた下に下ろし筋を取ります。生姜は1センチ角のスライスを10枚用意します。生姜はみじん切りではなく大きめにスライスすることでこの料理のアクセントになり、エビの風味も良くなります。むきエビに下味をつけていきます。塩コショウ、酒を少量ずつ入れよく揉み込みます。卵または水を少量入れ含ませます。片栗粉を大さじ1くらい入れまぶしていきます。最後に油を少量入れコーティングしておきます。材料はエビ18尾、キムチャヤ18枚、生姜スライス10枚です。沸騰したお湯に塩を少量入れます。あれば重曹も少量入れておきます。油も少量入れます。そこにキムチャヤを入れていきます。塩と重曹を入れることで色が鮮やかになり旨味もアップします。さらに油を入れることでキムチャヤの表面に膜ができて、キムチャヤの中の水分と旨味を逃がしません。だいたい茹で時間は50秒ぐらい、1分くらいでいいでしょう。あとで軽く炒めるので少し固めに茹でるのがコツです。ちょっと手で触ってみて硬さを確認して良さそうなら引き上げていきます。鮮やかな緑に揺らっています。よく油流しした鍋に大さじ1/2くらいの油を入れ、生姜を炒めていきます。火力は弱火にして、その上にエビを入れ炒めていきます。エビを入れたら鍋の温度が下がるので中火にします。炒めるというよりは片面ずつ焼いていく感じです。鍋から煙が出てきて温まってきたら弱火にしてじっくりと火を通していきます。底が焦げないように鍋を揺すりながらエビを焼いていきます。エビの周りがだんだん白くなってきて、外側から火が通ってきているのがわかります。さらに箸などで触り、しっかりとした弾力が出ているか確認します。
そして色が全体的にピンク色っぽくなってきたら裏返します。裏側も同じようにして焼いていきます。指を炒め焼きするのはちょっと時間がかかるので、もっと手早く仕上げたい方は油で揚げてください。そうすれば揚げ時間は10秒くらいでできます。ですが今回は揚げ油を用意するのは大変な方向けに炒め焼きする方法で紹介しています。指の色がピンクになり弾力もしっかりあったら紙さやを入れ炒めていきます。キムサヤは茹でただけでもいいのですが、炒めることで香ばしさが加わり水っぽさも抑えられます。香り付けに酒を少量入れます。最後に軽く炒め合わせます。先ほど作ったガリマヨの中に炒めた具材を入れて絡めます。熱い鍋の中にマヨネーズを入れると溶けて分離しすぎてしまうので、ボウルなどを使って和えるだけでいいです。これなら簡単で失敗することはありません。よく混ぜ合わせたら皿に盛り付けます。先に絹さやを何枚か下に引くようにしてからエビを盛り付けると彩りとバランスが良くなります。マヨネーズが食材の熱により程よく溶けてきて、エビと絹さやにうまく絡んでくれます。この作業を鍋の中でやるとマヨネーズの油が分離して流れてしまうので注意しましょう。これでエビと絹さやのガリマヨ炒めの完成です。ニンニクの風味が癖になるうまさですよ。よかったらお試しください。絹さやレシピ3品を紹介した動画もありますので、そちらも確認してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。